んなクライマックスがあるわけですよね。社名状をいただいた時の自分の名前がないっていう、驚きと悲しみと、で今度は、年齢が下がらないとみんなが去っていくわけですけど、自分だけが自分を連れてってと、ところがそうはいきませんっつって、その友沢にね取り付くっていう方があるんですけど、それも脇がジャケットにズバッとこう切っちゃうわけですよね。でそれを喜んでその男になるわけです。そういう、どうしようもないこう、ね、悲しさというかね、それがだん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 その船が通っていくという形になるわけですけど、で一番最初からあらすじを申し上げますと、脇役の方がですね、社面上をしまして、これから機械が島に向かいますっていう場面から始まります。でそして今度その人を引きまして、今度はその機械が島の中の能はですね、いろいろあるんですけども、大体高砂とかね、そういう、ある種名体曲、それから男性の白物、でそれから女性の幽玄の世界の女物っていうのがあった。それを1,2,3,4,5っていうふうになりましてね、で最終的には5番目っていって、いわゆる鬼とかね、もみじ狩りとか土蜘蛛とかそういうものなんですが、今回の瞬間はですね、4番目物っていいまして、で4番目ものって言いますとね、そこにも詳しく書いてあるようですけども、実際には隅田川のようなですね、教場ものっていうのが代表に、ね、なってるんですけども、それ以外に1番目2番目3番目、それから5番目以外にはその入らないものをね、4番目にこう雑ものとして、雑っていうと今の言葉ですといい加減なっていうかね、人にっていうのがあるんですけど、それじゃなくて内容がすごくあるものがその4番目の中にぎっしり詰まっているわけですね。でその瞬間の場合も、別に教授者もないですし、男の人ですしね、ただご自分の悪いことをしたために、最終的には悲しい思いをしなきゃならないっていう、そういうようなものになってますね。で、一番最初からこのあらすじを申し上げますと、脇役の方がですね、社面上を持ちまして、これから機械が島に向かいますっていう場面から始まります。途中だったもんだから、その続きをやるみたいなことを
登場してね、歌ったり歌ったりするわけですね。でそれで、まあ一応場面が変わりまして、指定が出てきましてね。で指定の場合も、実際にはまあその当時の清盛のですね、政治に対して不満があって、自分の賛成を貸してですね、その、事件の加担者がですね、でその当時の清盛の怒りを得て、実際には、捕まってしまって島流しだと。でその島流しになる原因が、実際には清盛の娘の中宮の徳子がね、実際に、お腹に赤ちゃんができた。それでその赤ちゃんができたための安産のために、その悪いことをした人を少し許してあげようかと安産祈願もあるんですね。それでそのことを、まあ、一番最初の脇が出てきた話ですけども、その後そのことは知らない、3人はね、まあ苦しいながらも本当に変にちょっとのんきなね優雅な感じで、過ごしているそういう場面ですね。で今度はその後いよいよ脇がですね、御社面船で東島に到着するわけですけど、まあ騎士の方は士官の方は嬉しくてねしょうがないんですけども、実際には自分でさっとこうその社面上を読むわけにいかないんで、もうそわそわしながら連れの安寄にね、あなた読みなさいっていうようなことをするっていう。ですから、まあ、劇的なもので、まあ、所持を開けて前の方っていうのはほとんどないんですけども、まあ、どこが面白いかちょっと最初から最後まで劇的なものですから、見て、まあ、内容がね、悲しい物語だから、楽しいっていうのはないですけど、見てて劇的に面白いんじゃないかなと思いますね。でただ実際には島流しになってるわけですから、そういうことね、楽しいっていう感じにはいけないと思いますけど、だからあらすじがある程度知ってらっしゃるとご覧になるのに、あ今度はこうなってきたなと、ね、そういう感じになると思うんですね。それで写面上を読むんですけども、ヘイターハンニューで安いよりね、でするとナイツルの2人以上の名前しか持ってないわけですね。それなんで、私はどうしたんですかっていうふうにこう尋ねるわけですけど、まあその時に、その写面上にはね書いてございませんよと、脇のお使いの人もね、私もそういうふうに伺ってますよっていうのを話し、そうすると新官は焦って、まあ裏返しにしてね、もう裏にも書いてないかみたいなのを見るわけですね。それでまあ話のとこにね、なるわけですけど、でそれをこうしているうちに、まあ当然、許された方々は、船に乗って帰るわけですね。でそれを瞬間だけ取り残されて、でその寂しい気持ちをまあ見せるっていうような感じなんですけども、実際にはね、表も後でご覧いただきますけど、痩せこけてるんですけど、当然食べ物もあんまりないし、だからかなりね、表にいろいろあるんですけども、すごく黒ずんだ感じのね、日に焼けちゃってるって感じで、別の表ですと今度はちょっともううつ病になっちゃってるみたいなね、目はなんとなくうつ病だし、この肌の色もね、しらっちゃってた感じのっていう、まあすごいいい表ですけども、そういうものをね、曲のその自分の表現したいっていうあれによって色をつけたりね、それからお坊さんのまんまで、寸法師って言ってる上がね、こう尖ってるお坊さん用の寸法師っていう衣装があるんですけども、頭にかぶる帽子みたいなものですね、あるんですけども、それも実際にはかなり長いことしてると、それをずっとかぶってるわけないはずだったんで、床屋もあるわけじゃないですからね。ですからその髪が黄金の状態でっていうような、だからどういう演出するかによって、
頭の上のこうね。で実際には普通は生きてる人間の表っていうのは大体下面って言いましてね、頭とかでそういうものっていうのは表つけないんですよ。で普通は大体そういうものなんです。そのまま瞬間だけは特別に特殊な演出で瞬間っていう表をつけるっていうね、他にはない、いろんなクライマックスがあるわけですよね。写メ状をいただいた時の自分の名前がないっていう、驚きと悲しみと、ね、で今度は、胸に収められてみんなが去っていくわけですけど、自分だけは自分を連れてってと、ね、ところがそうはいきませんっつってその友綱にね取り付くっていう方があるんですけど、それも脇が邪険にずらっとこう切っちゃうわけですよね。でそれを喜んでずどんとこうなるわけです。そういう、どうしようもないこう、ね、悲しさっていうかね。でそれがだん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 その、船が遠のいていくっていう形になるわけですけど、今回のセリアの場合、国立の枠としてですとね、すごく距離があるんで、割合こうそのまま距離感が出せると思うんです。ところがセルビアの場合はちょっとそういう距離感がないんで、なかなかねその距離感を出すのが難しいんじゃないかなと思いますよね。ただこうここに見送るようなね、でそのわずかに聞こえるこう声をね、こうちょっと音を聞くような感じの方もあったりするんですけど、なかなかそういう意味では前物って言いましたけど、中の前とか序の前とかね、そういうものをこう回していただくのも、それは人そんな優しいものじゃないですけれども、少しこう歪みに仕組みがあれば見ていただけるっていうか、それがいわゆる所作、型っていうね、そういうものだけを、見ていただくってことになりますと、なかなかね、ですから舞台も少し、最初に出てきた時にお酒なんかあるわけないのに、お酒だって言うんですね。だけどそれは元薬の水だからって言って、言い訳してありますけど、だから最初のうちはもう斜面上の薬とかなんかも知らない状態でいますからね、もう明るくのんびり過ごさなきゃみたいな3人なんですよね。それでこうでもやっぱり古き何年か前に予備時代を上がったねみたいなことを解雇しながら過ごしてるわけですよね。でも早く帰りたいねっていうような感じで許されたいねみたいな感じで、そこに突然ね斜面上が来るわけですけど、ですからもう本当は飛びつきたいぐらいその自分から見たいわけですよね。それを我慢してあんたが読んだなっていうのはね、だから見どころはいろいろあるんですけど、それは型では実際に分かりますけど、それを歌いの音でどういうふうに出すかっていうかね、その辺のところがね、なかなか大変なところなんだと思いますけどね。私はだいぶ前に一度させていただいて、今回が2度目なんですけども、なんか最初は無我夢中でやってて、2度目は今度は内容も分かってくると、また逆にね難しくなるというのは何でもそうだと思うんですけどもね。で皆さんが少しね深く分かっていただけるのはよくお弟子さん方にもお話しするんですけど、少し応対そのものの内容をねご理解いただいて、それでなさっていただけるとね、少しよりよく理解ね、特に歌の場合は飾り言葉といって、今回の場合でも、海に近い当然離れ小島ですからね、でそういう時にその物事をこう関係なくはないですけど、物事を知らないっていうのをそのまま知らないって言わないんですね。海の近所ですと白波とか川の近所ですと白波とか、ね、それで今度冬ですとか山ですと、ね、今度白くものとかね、白波じゃなくて白雪のとかね、でそういう飾り言葉にしてるんですよね。ですから当然文法上の書き言葉とかね、そういうのも、なってますけど、それを
残念ながらね、歌の文句が割合分からないっていう方が多いし、実際に分からないね、それでなんとなくこう雰囲気とね、あれで理解してくださいなんて言ってますけど、本当はそれだと全然分からないと思うんですよね。で、お狂言の場合はセリフ劇ですし、まあ普通はあっちゃいけない泥棒とか詐欺師とかね、そういう人が出てきて冗談言ってわがこう言いますから、自然にこう分かられると。ところが能はそういうこと絶対ありませんから、それはたまたま熊坂の長藩が出てくるとかね、それはありますけども、それは泥棒を面白おかしく演じるってことは絶対ないですから、そういう意味では名文をね、源氏物語とかその和歌の名文をですね、その節をつけて名調子で歌えば歌うほど残念ながら分からなくなってしまうっていうね、私たちのそのジレンマというか、そのためには当日じゃなくてちょっと何回かその内容を読んでおいてくださって、それでご覧いただくとね、あそこで書いてあったのはこういうことなんだよっていうのをご理解いただくと、見ていただくだけで随分ね、ご理解いただけるんじゃないかと。